はい、それでは瀬能正信枚方市議会議員よろしくお願いします。皆さんこんばんは。改めまして平田市議会議員の瀬能正信でございます。私の持ち時間わずか 30秒しかないんです、どうですか皆さん。今はいろいろお話しされましたけど、今大阪は変わってきましたよね。随分道頓堀入ってください。また心斎橋ね、それから北、もうとにかくここ日本違うなと思いますよね。まあ英語、韓国語、中国語、ブワーッと、もうすごい人ですよね。もうどんどん経済が発展もしてます。やはりね、儲けないかんですよね。そうでしょ、大阪儲かってますよ。なぜ儲かってるんですか。この10年間維新の改革をやってきたからです。どんどん改革をやって、今その解説をですね、皆さんがまあ恩恵を受け取ると、こういうことでございます。まあ、このやってきた改革、これをね、今度は国の場でやらないかんよ。やはり国もお金ないわけですから、どん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 改革をしなければならない。この大阪でやった改革を本当に国政の場で行わなければならない。大事な参議院選挙でございます。30秒です、分かっておりますまあそういうことですね。ぜひともこの参議院選挙、我々候補者2名どうしても当選させなければならないんで、どうか皆さんのお力をどうか大阪維新の会、そして日本維新の会に賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、私の応援の弁とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。続きまして、岡市英二郎枚方市議会議員お願いします。皆さんこんばんは。枚方市議会議員の岡市英二郎です。瀬野議員がちょっと1分ほど喋られたんで、僕の持ち時間が10秒ぐらいになってしまったんですけども、はい、先ほどね、来られました東候補と梅村候補、2人必ず当選させなければいけません。そのための皆さんの力が必要になりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。続きまして、角川博之枚方市議会議員お願いします。皆さんこんばんは。遅い時間にたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。僕はですね、この4月に、新人議員とさせて、市議会議員にさせていただきました。僕と同じく同期でですね、4人かな、市議会議員が増えまして、維新の会の議員が枚方でもたくさん増えました。でこのように皆さんここにお集まりいただいた皆様も、僕らいろんなここにいるメンバーから声がかかって、皆さん来ていただいたと思います。この枚方、そして片野、この11区でですね、維新の会、さらにこの根を広げていてですね、今まで風頼りと言われていたこの維新の会をですね、しっかりと定着させていきたい。そしてまた国会にですね、国政に続けていきたい。この大阪が生んだ維新の会を国政に広げていけるように、皆様引き続き応援をお願いいたしたいと思います。まずはこの参議院選挙、梅村瑞穂さんと東徹さん、しっかりと皆さんで応援していきましょう。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。株川秀樹でございました。続きまして、小池晃子枚方市議会議員お願いします。皆様こんばんは。枚方市会議員の小池晃子でございます。先ほど門川議員がおっしゃったように、7人の枚方市会議員のメンバーの新人の一人です。そして、枚方市で初めての女性議員で、今回この梅村瑞穂女性の候補者が、参議院選挙に入っています。ぜひともよろしくお願いいたします。私が熱く応援したくなる気持ちも皆さん多分分かっていただけると思います。東徹先生は大丈夫です。いや、それは言っちゃいけないんですけど東徹先生と梅村瑞穂先生なんですが、梅村瑞穂候補なんですが、女性としてはもう必ず女性候補のこのお母さんの気持ちが分かる女性目線の候補をぜひとも応援したいと思っています。皆様ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、岡田智政片野市議会議員お願いします。皆さん改めましてこんばんは。片野市議会議員の岡田智政です。今回の選挙、皆様もね、東徹候補と梅村瑞穂候補2人出てるんで、やっぱりこれどうしたらええねんってのありますけれども、最初にも言わせてもらった通り、ご家族おったらご家族で
ご近所の方、またご近所お友達皆さんに宣伝していただいて、2いんねんと、1人やないねん、2いんねん、2やったら4いんねん、6いんねん、バイバイゲームで皆さんのお声だけぜひよろしくお願いいたしまして、この参議院選挙、大阪維新の会の勝利、どうか皆様お力をお貸しください。本日ありがとうございます。続きまして、東徹、梅村、瑞穂両候補への激励の海を込めまして、岩本雄介、枚方市議会議員の発声で頑張ろうコールを行いたいと思います。皆様ご起立よろしく。喋ってからだそうです。すいません。本日は本当に皆様お越しいただきましてありがとうございます。大丈夫は禁物やから安心よ、だが絶対が。ですね、本当に今日はたくさんの方お越しいただきましてありがとうございました。本当に御礼申し上げます。本当にね、天気も悪い中で、また平日の来にくい時間帯、もう本当にこの8時という中途半端な時間で来ていただいて本当にありがとうございます。まあ皆さん、これから頑張ろうコールするということで、まあ、皆さん本当ね、毎回お待ちかねの時間と思うんですけども、今回ね、まあ、東徹、大阪維新の会創始メンバーであり、まあ、日本維新の会、まあ、中心のメンバーでもあります。そして梅村瑞穂、まあ、お母さん目線でね、いろいろほんまに、市民目線で改革していかなあかん、まあ、この2人をしっかりと、まあ、勝たせていかないといけないという前提の上で頑張ろうコールをしたいと思いますね。皆様お立ちくださいませ、お願いします。まあ、この間何回か頑張ろうコールもさせていただいてますし、皆さんも人生の中で何回もされてきたと思いますんで、まあ、作法とか角度についてはもう今更説明は申し上げませんけれども、まあ、今回ね、そういうことで4人のうち2人勝たせなあかんということで、ちょっと事前の承認を得てないんですけども、まあ、通常であれば片手なんですけど、まあ、2人勝たせなあかんということで、まあ、両手で、まあ、変則的なんですけどやらせていただきたいなと思っております。聞き手はね、皆さん聞き手は自分の推しメンバーをね、この人勝ってほしいなと。でもう一方の方の手で、もう一人の方のね、方の勝利をお願いして、で、心の中で比例の方を応援してくださいね。岡井さん左利きやもんね、はい、だ左利きに推しメンをお願いしますということで、皆様、この夏日本を変えるこの思いをですね、声高らかにやっていただきまして、7月21日投票日に一緒に向けて皆様のより一層のご支援よろしくお願い申し上げますと申し上げまして、声高らかにお願いいたします。それでは申し上げます。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。7月21日参議院選挙投票日でございます。皆様、維新の改革国政で実行しなくてはいけません。そのためにも2人の当選をよろしくお願いいたします。また比例はできる限り維新候補の名前をご記入ください。よろしくお願いいたします。はい、最後に皆様連絡事項でございます。今後の活動